さあ、英文法の時間がやってまいりました。本日はですね、ING、これに関してですね、ぜひ共有させていただきたいと思います。さあ、皆さん、早速、この2つの例文からですね、いきたいと思いますが、まず1つ目です。Do you mind if I don't attend the party? それを言い換えた場合に、まあ、出だしはですね、Do you mind?で、I のところが前に変わっております。don't のところが not になっております。で、party は特に変わりませんので、ですから、この attend をどうしましょうという問題なんですが、皆さん思い出せますかね。皆さん、ヒントは mind でございます。皆さん、mind の後ろは ing を置けました。皆さん、マインドはそもそも何々を嫌に思う、という他動詞なので、後ろ皆さん目的を置きたい場合、その目的語は ING。これでしたね。ですから、皆さん、アテンドを左側にくっつけていただいて、アテンディング。で、目的語ということは皆さん品詞は名詞でございますので、この ing のところ名詞で、アテンドはそもそも動詞なので、これで皆さんちょっと見えますかね、動名詞というふうに呼ばれておりましたですね。さあ皆さん、問題は下でございます。 I regret thatI didn't work harder. それを皆さん下の表現言い換えてください。書き換えてください。まあ、リグレットは特に問題ないと思います。そして、私はですね、もう左側にちょっとすでに書かれておりますので、ですからそれは別にもうわざわざ書く必要性はございません。そして、didn't は not になっております。で、harder は harder ですからね。ですから、動かすのは、まあ、形を変えるのは多分、ワークぐらいなんですが、空所が2箇所あるんですね。まあ、流れから言うと、なんか、ワーキングになるんでしょうけども、もう一つの空所どうするんだって多分なってしまうと思います。ですから、そこで皆さんちょっと実は見ていただきたいのが上の文章でございます。で、皆さん、ING。これね。ING。表現の仕方は実は二つあるんですね。で、皆さん我々何気なくこう ING を使ってるんですが、実は ING にする場面というのは、注目していただきたいのは実は時制なんですね。で、この上の文章を見てください。Do you mind if I don't attend? 点点点。な、Do you mind? このあたりですかね。時制は、do なので現在時制ですね。そして後半の動詞、時制はどうですかっていうと、もちろんこのあたりでわかりますね。 don't でございます。現在時制ですよね。ですから時制が皆さん前半と後半で同じでございます。そうなんです。ですから時制を皆さん見比べていただいて、時制が同じ場合に ING を実は使っているんですね。ということは、時制が違う場面もおそらく出てくるはずです。こんな感じですね。で、皆さん二つ目の文章を見ていただきますと、I regret that。皆さん、リグレット。ここで皆さん、現在時制だというのはすぐ分かっていただけるかと思います。こうですね。そして皆さん、二つ目の動詞、後半ですね。皆さん、didn't のところでもうお分かりかと思いますが、時制が過去時制になっております。ですから、時制が違うんですね。ということは、時制が同じであれば ing でいいんですが、じゃあ時制が違っている場合は、じゃあどうするんだというところですので、当然この表現と異なってなければ違いが分からないですよね。ですから、時制が異なった場合には、単なる ing ではなく、having 過去分詞ですね。もちろん完了形、have プラス過去分詞
これが元になってるんですけども、ハビング過去分詞。これでございます。ですから、先ほど皆さん、didn't work のところを、じゃあどうしますかって言ったら、時制が違うので、having worked。こんな感じでいいかと思います。どうでしょうか。ですので、まあ、トイックやってるとですね、パート5、パート6で、当然、まあ、このあたりの空調ですかね、説語になってくる可能性もありますし、もしくは長文を読んでてですね、何気なく ING とか何気なく having 過去分詞、なんか見てるのこう多分見過ごしている可能性もちょっとあるんですが、この違いをですね、知ってると、もちろん英文法の問題解けるだけではなく、長文なんかでもですね、はっきりと時制を意識して解釈することができるかと思いますので、当然それは正しい解釈、つまりそれは正しい答えに結びつくというところもございますので、ですから、できればですね、このハビング過去分詞、あまり見慣れない形かもしれませんが、出ておりますので、ですので、この違いですね。この違いをぜひ、押さえて、今後に活かしていただけると嬉しいかと思います。どうでしょうか。いきますかね。では、ING、つまり動名詞に関して、ひとまずこれで一旦終了しましたが、また次の動画ではですね、別の表現、これに関して探ってみたいと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。